こんにちは。令和4年8月28日、この日、水星が太陽から最も遠くなり、いわゆる東方最大離角となったとされます。日の入り後、西の低空で、その水星を見ることができました。その状況を紹介しましょう。この日、水平線上に雲が広がり、また、夕焼けも重なり、水星がなかなか肉眼では見つからなくて諦めかけていた時に、雲の縁付近をズームして探していたところ、やっと赤い水星を見つけることができました。やったー。水星は太陽に近いため、地球からは日の出前と日の入り後のわずかな時間しか見れないとされます。水星の大きさは 4879.4km、 太陽からの距離は平均で約5800万km。 この日の見え方、日の入り後、西の低空で明るさは 0.3 等級です。しかし、今日は雲が広がっていたせいか、この時間、肉眼では見えていませんでした。この日の水星の入りは19時51分です。水星の入り、17分前です。厚い雲に近づくにつれて、次第に水星も暗くなってきました。そして、19時36分ごろ、水平線上の雲に消えていきました。空でしか見れない水星、どうにか見ることができました。伊勢神社展望所よりお別れです。ではまたお会いしましょう。